医者さんの話。本当かよ。そもそも病院から自宅に移した時点で変だと思ったんです。まあ確かに。きっとこれは最後を自宅でっていうお医者さんの配慮です。僕の死んだおばあちゃんがそうでした。間違いありません。総長はあと3日の命なんです。いつかの迎えが来る。これも運命だろう。ただな、総長は俺にとって父親みたいなもんだ。最後まで見守ってやりて。いいか、絶対に総長に悟られない。